ターフロンティアへようこそ。君も言って。はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。さあ、今週も1週間ありがとうございました。もうね、今日ね、日曜日の夜ですから、一旦日曜日で切りますのでね、明日明後日定休日になりますんで、一つよろしくお願いします。さあ、今日のね、1週間最後の動画は、タイトルにもありますけど、新入荷情報、たった3本だけなんですけど、マーチンね、久々のマーチン、そしてやっぱ人気ですから、ある意味この予告編という形でね、こんなのが入りましたということで、準備しておいてください。でね、最近割とほらお手頃のギター多かったでしょ。お安いやつとかね、大丈夫、うちもね、高級ギターもちゃんと来るんですよ、定期的に。マーチンが3本来ました。じゃあ1本ずつ簡単なご紹介ね。まだ仕上げてないので音は出しません。まだ弦も変えてないんで。もう今日ね、でありがたいことに、もう昨日も土曜日でしょ、今日も日曜日。最近やっぱりね、お客さんがこのコロナでほら一旦来客減ったんですけど、さっきやっぱ戻ってきたみたいで、まあ、12月ともあるんでしょうけど、結構朝からバタバタして来客があったもんですから、全然作業ができてないんですよ、昨日今日と。本当いろいろ頼まれてる仕事もいっぱいあるんですけど、ごめんなさい、もうちょっと待ってくださいね、皆さんね。本当に一人、僕結局ギター人の僕だけなんで、アルバさんいますけども、少々お待ちくださいということで、新入荷1本目マーチンはこれです。僕ね、最近よく言ってるんですけど、やっぱマホガニーのギターが最近本当に、ね、好きになりまして、 D18 ですね、81年です、ね、これも貫禄あるし、傷とかもそれにあるんですけども、まあ、弦高は低いし状態いいんですよ。ですから楽器としての状態はすごくいいので、おすすめだと思います。お値段もね、そんな高く当店しませんので、これはね、本当にぜひとも、特に、ね、僕の個人的な感情、考えだと、若い人にこれでガンガンやってほしいな、なんていうギターです。マーチンの D18、1981年製です、ね。近々ちゃんと調整して、ちゃんと1本動画作る予定ですんで、見てください。さあ、そして次はこっちのギターです。はい、続きましてはですね、1988年製です。で、何の方は分かると思うんですけど、さっきの D18 ね、81年なんで、スキロットですから、ロット調整できないんですよ。でも、これ、88年はもちろん調整、ここからね、できます。3号です、ね。これも好きな人はたまりませんよね。3ピースバック。ね、こちらもまだ来た、今日、これも本当今日来たばかりなので、弦変えてないんで、音は出しませんけども、近々、やってみたいと思います。こちらもね、人気ありますんでね、一つ待っててくださいね。もちろんこの2本のギター、まだ正式な動画出す前に、興味ある方はお問い合わせ、ね、値段とか状態聞いてください。もうその時点でも買えますので、一つよろしくお願いします。88年製の D35 です。さあ、今日のね、マーチン3本新入荷ということなんですけども、3本目、これが素晴らしいね。もう泣く子も黙るぐらいの素晴らしいマーチンなんです、こちら。さあ、こちらのケースです。もうケース見ただけでも特別ってのは分かりますよね。何なんでしょう、開けてみましょう。さあ、何が、何だろう。あっ、ちょっと出ました。これすごいわ。これカスタムです。カスタムの OM45 カスタム、2018年、もう最近ですよ。めちゃくちゃ綺麗、すっごいキランキランしてますね。さあ、ちょっと出してみましょうか。はい、こちらです。めちゃくちゃ綺麗、ほら後ろも回転部入ってて、サイドもほら後ろサイドも全部ですかね、4号はね。いや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 、素晴らしいわね。えこの最近、このドレッドよりもこの OM だったりトリプル O がいいなっていう年代の方多いんですよ、うちのお客様も。これはちょっとお宝です。ましてカスタムですからね。現在レギュラーラインで OM4 号ないんですよね。えもうこれなかなか、これちょっと争奪戦じゃない、まあもうお値段もそれなりにします。今現在レギュラーラインのドレッドのね、 D45 が145万でしょ確か。で OM は今OM で今レギュラーラインで買えるのは
42だけなんですよ。それで97万100万近いんですね。ですから当時このカスタムで45は確か200万近かったんじゃない、200万ぐらいですよ確かね。すごい状態もいいし、さあ一体いくらになるんでしょうか。近々ねやりますんでお楽しみにしてください。もちろんそれまでにちょっと気になった方はお値段状態聞いてください。ということで今日はですね、まああえての音一切出してないんですけども、もたぶってるわけじゃないって、まだ全然いじってないんでね、ごめんなさいね。でそういうわけでこのマーチン3本ね、皆さんの最近うちがね安いのばっかりやってるから、そういうのいいの来ないかと思ったら大間違いですよ。ちゃんとうちも来るんですから、こういうのね、お宝ちゃんと来ますので一つ楽しみにしてくださいね。ということで今週も1週間ありがとうございました。で明日なんですけど、いつもほら月曜日って定休日ですからお昼の12時にセッティングしてるんですけど、何せ今日そういうわけで昨日今日とね来客続いて全く仕上げてないので、明日の分本当はこの後にいつも撮ってセットするんですけども間に合わないので、明日またしょうがない、もうねまたまた明日も休日出勤をして、まあゆっくりその代わりゆっくり午後ぐらいから来てなんか仕上げて、明日のいつものように8時にセットしておきますんで明日も見てやってください。で火曜日も休みなんですけど結局来て仕事して8時にセットしますんで、結局ずっと休めないの俺。まあでもいいや、好きなことやってますからね、頑張ります。ああとね、今日もあのお客様の時計買いに来てくれたり、この例のこちらコースターね買いに来てくれたりありがとうございます。今日はねギターよりもこっちが売れました正直はい。でありがたいことに時計が残りあと4つですからね、皆さん興味ある方 こちらですね、この時計ね、はい、よろしくお願いします。お早めによろしくお願いします。で結構いっぱい注文来てるんで発送がちょっと少し時間かかりますのでお待ちくださいね、よろしくお願いします。ということで今日もね最後まで見ていただきまして本当ありがとうございました。サブちゃんちでっか。